皆さん、お忘れじゃないですか。こんばんは、劇団スカッシュです。明日8月9日、何の日だか覚えてますでしょうか。そう、ハピファミオリジ、ハピファミ、なんだっけ。ハピファミコンテスト、大賞発表の日なわけですよ。ちょっとその前に、ケンちゃんって、うちのメンバーでいるじゃないですか。ケンちゃんの岩手弁がどうも女子にすごく人気だと。そういう情報を嗅ぎつけたもので、ハピファミコンテスト明日あるよっていうことを、ちょっとケンちゃんの真似をして、今日は、お送りしたいと思います。オラがね、そのハピファミコンテストっていうね、これまずいかな、ちょっと違うかもな、ちょっとやってみるわ。オラがハピファミコンテストの方でね、なんとね、ハピファミオリジナル動画部門っていうね、部門の方に劇団スカッスーの方でその応募したのよ。そしたらね、なんとね、決勝の方にもノミネートされててね。これ誰に似てる？誰にも似てないでしょ。そう、そう、決勝にノミネートされてて、それでね、皆さんがハピファミカレーオフ会のことお忘れでないかなと。これ関西弁じゃない？なんかどっちかっつうと関西弁近い。JJJ ハピファミ決勝ノミネートされた皆さんの動画の再生回数の方をね、調べさせてもらったの。そしたらね、なんとね、うちのハッピーファミリー幸せな食卓っていう動画あるでしょう。あれがね、動画の再生回数一番あったの。だからね、もしかしたら優勝できるかもしれないよって、そういうお知らせですよって。もうあんな、よかったらちょっと涙出てくるな。よかったら明日のハッピーファミコンテストの方をご注目いただけたらいいなと思っていてますよ。あとね、明日金曜日なのでね、今編集してる動画も上がりますからね、楽しみにしててね。またね。